キスマイ宮田俊也、ヴァンガード、新作主演に共中、本当に救われた、最初に報告したのは、狭間みちる役、スノーマン佐久間大介、いつか共演できたら、テレビアニメ、カードファイト、ヴァンガードディバイネスの制作発表会が12日、都内で開催された。第1部では、同作の主演を務めるキスマイフット2の宮田俊也、明道明菜役、福山潤、ガブエリウス役、雪村えり、明道光役らが登壇し、アニメ新シリーズについてトーク。第2部では、新商品やイベント情報などの発表が行われる中、再び宮田が登場し、ヴァンガード、プロジェクトの企画立案者であるブシロードの代表取締役社長、木谷隆明氏ともトークを交わした。木谷氏ははじめに、今作への宮田の起用について、プロジェクトの装いを新たに、一層盛り上げていきたいと思い、いろいろな施策を入れさせていただきました。宮田さん、いつも、宮田くん、と呼んでいるので、ここでもそう呼ばせていただきますが、宮田くんを起用したのも、その一つです、と説明した。宮田との出会いや、本作への出演を1年以上前からオファーしていたことなどを明かし、旧ジャニーズ事務所の性加害問題などにも言及。経営者として選択を迫られた時期なども告白しつつ、彼にはアニメ業界全体がお世話になっている。だから、僕らもやっぱり彼のために一緒になって頑張りたかった。J の宮田俊也じゃなくて、人間、宮田俊也と僕は付き合いたいと思っていました、と思いを語った。